こんにちは。こんにちは。こんにちは。爽やかに。はい、いいですよ。もう爽やかが私たちも。そうそう、はいはいはい。今年のテーマやから。そうね。はい、っていうのもね、私ちょっとごめん。これは何ですか。これちょっとね、はい、証明する意味で、はい、こちらの宮崎元気さんが、はい、映画にね、出るってこのあれでも言うてるんで、はいはい、俺最初ね、出た気になってんちゃうか思って、はい、ほんまに映画出とんか俺が、まあ、そうそうそう、そんな大胆な嘘つかないと。いや、いや嘘ちゃう、おかしいやん近いかなと思って、ね、いや、それをする意味で、で、ちょっとチラシもだし、はい、ほんで、どこや、大阪の九条、はい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 、はい、そこのシネヌーボヌーボー、フランス語で新しい意味。そうなんですね、ありがとうございます。ボドレヌーボー。そうそうそう、そう、新作いうことで、はい、うん、これまあ勉強になって、これでちゃんと私見に行ってきまして。あ、はい、見に行って、照明どころか、はい、結構印象残る出方、知事さんだったから知事ですよ。で、ここで元気隊でも、まあ、バリバリのというか、はい、関西弁の人間でしょ、はい、僕が標準語で演じてますって言うから、はい、どんなんやろって思うから、はい、まあ、僕の中では多少違和感あったんよ、普段知ってるから。ああ、なるほど、なるほど。でも別にその、なんか邪魔せず、引きすぎずぐらいのいい感じで、はい、監督さん、あ、もちろん役者としても全然、いやいや、思ったいけるぐらいの、観客がもともと小さいね、なんかこう芸術映画みたいな流しとかやったら狭いですよ、ここ。そうそう、で、正直で平日やったから8人やって、はい、で、行って自分で選べんねんな、席。あ、そうなんですか。いや、そう、で、一発も何もないとこで、はい、お好きなとこで、まあ、なんか一番真ん中に一番後ろのとこピッて押しといたんや、はいはいはい、で、まあ、チッて戻ってきて、うん、始まったら、今の時代はみんなそれ見たら人とちょっと離れたところにしようってするんやろね。いかにもね、コントみたいなおっさんな、ベレー帽みたいなのかぶってちょびひげ生やして、なんか映画分かっとるぞみたいな、マニアックな方だよね。そうそうそう、そいつが俺の前に座っとんねん。そんなの普通、80席ぐらいあるのかな、そこの映画が普通は。で、8人や、1人で10人使えるパターンで散ってんやけど、俺の前に座んねん。ポイントでそこにちゃうやん。いや、ほんで普通そこで俺のなんか邪魔やとか言うのもおかしいやし、まあまあまあ、ほんで俺ずれながら、はい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 、もう見させてもらってね、はい、で、まあ、なんていうかな、ちょっと出てる女優さんとかのお友達みたいな、あ、ちょっと僕もまさやし、はいはい、ああ、なるほど、はいはいはい、身内感がある感じのお客さんが多くて、はいはい、ほんで監督さん最初舞台挨拶来てはった。若い監督、河合監督ね。で、そうそうそう、まだまだ32。いや、ほんまそうすごい、僕同い年ぐらい。そうそうそう、あ、映画監督やってるんですか。そうそうそう、へぇー。で、こう、まあ、まあ、こういう思い出作りました、はいはいはい、言うて、ほんまごめんね、劇場の部分とかもこうものすごい良かったけど、いや、反戦映画でもありませんと、うん、で、別にこういう主張でもって言うんやけど、はい、なんかね、もったいない的したんよ。あ、じゃあなんか主張すんやったらもっとガーンと、亀だと外来種の亀というくだりあるじゃないですか。見たら分かるんですけど、はいはいはい、あれなんかもうちょっと行ったらええのにとか、元気ちゃんがね、揉めた敬老ホームのね、はいはい、そこのシーンで、はいはい、多分クライマックスみたいなシーンも、はい、急になんか前衛映画みたいな、うん、のになったりとか。だからね、僕出てる本人じゃないですか、はいはいはい、はっきり言いますが、うん、はい、意味わからん。いや、思った絶対俺これいや元気ちゃん、はい、カット言って裏回って、もし俺おったら、はい、全然わからないわって絶対怒るやろ、ないよ。いや、実際ね、現場でもね、はい、そうやって、はい、終わって、まあ、シーン終わるやんか、ぐらい行って、はい、ぼやいとったもん。いや、わかる、現場で何やろって、うん、でね、なんか飛んだ、はい、なんか斬新なセンスでもないのよね。なんかよ、なんかそういうことさ。いやいやいや、そんなことは、どういうこと。いやいや、見た人間が言うやん。多分、見てねえんだよ。そう、見たら、俺な、あれ2時間弱あるよな。あります、長いですよ。どういうこと。いや、結構長いね。斬新じゃなくて、分かりにくいってこと。そうそう、ほんで、さっき最初、舞台挨拶喋ったんも、はい、言い訳してはったんかもしれない。いや、っていうのはね、皆さん、めちゃくちゃ言うな。いや、まあ、こういう思いで僕作りました。で、はい、はい、終わった後に、こういう、はい、なんかね、イデオロギーの主張をするとか、そんな意味でもなく、はい、作りましたので、はい、終わった後、皆さん、帰りに、はい、ぼやんと何だったのかなっていう感じで帰っていただいたら結構ですっていうのを強調して言い張るから、うん、終わったら、はい、
それ最初に、まあ、言い訳言うかね。うん、あの、あんま大したことないからね、みたいな感じに目線を下げる意味で言うてるじゃん。いや、違うって、もったいないねん。せっかくね、他吹き越したとか、すごい出てて、元気ちゃんも頑張ってんのよ。もったいなぁ、思って。でもあれ、出てる人間、内容把握してるじゃん。いや、と思うわ。あれは、難しいっすか？難しいのかなぁ。吹き越し、みつるさんも、全く納得してなくやってるんですか？いや、じゃあ仕事やからされてるんかなとか、普通やったら熱意とか、あれ、だから変な演出でも、あ、こういうこだわりがあるんだとかじゃない。でも、なんかどっちか。淡々とな。だから俺最初台本持って見た時に、あ、全部一応見はった。読んでないよ、持ってな、見た時に、ほんまにわからんかったんや。いや、あれ映像なかったらわからへんもん。いや、ほんで文面で自分の役どころあるやんか。はい、セリフ多いやん、標準語とか思いながら、トータル頭からずっと読んでん、何回も。ほんで理解できへんから、俺自分で俺アホなんかな、ほんと。いや、あれもわからんよな、沼地にハマったみたいな。ほんまに、俺悩んだもん、俺理解できへんねん。5回も6回も読んでんねんで、読み始めて分かれへんねん、分かれへんのあんたとか言って、でもほんま分かれへんねん、これアホなんかなって、そうちゃうって言われて、あれ難しいと思うのよ、その、なんかほんまに戦争反対だみたいなんでやるやつ、そっちの持っていき方もあるけど、そうでもないし、そうやし、なんか亀がどうこう、そうな、ぶつかり合いやわな、あの戦争反対となんかいろんなのぶつかり合いや、ところがな、実はな、あのうちの家で見たんじゃない、DVD もろて、監督に、さっきに。で、見たの。みんな来て、わー見てて。ほんで、わけわからんなー言うてて。ところがこの間な、シネヌーボン嫁はん行きよって。あってん、舞台挨拶が。来て、2回目行きよってんや。終わってから、感想すごいで。まあまあよかった。あれ教えてくれ。どこがよかった言うて。やっぱり、元気ちゃんのシーンがよかった言うて。違う違う、全体なんか、よかった。全体的にですか。どうや、いや僕もその何あの全く否定じゃないんやけど、何だったんやろ。全く否定ではない。もやもやがちょっと全く否定しか聞こえない。多分な。二回見なあかんやから。あ、なるほど。それが監督の作戦や。二回見と。一回見てもやもやしたのを二回目でクリアするという多分そういうことを持って監督が作りはったんちゃうか。監督のほんまそのキーワードもやもやいう言葉、舞台挨拶ね三分ぐらいなんで7回ぐらい言い張ったから。じゃあもやもやがキーワードなんて。そうです。ぜひまた見てください。見たくなりました。